はい、みなさん、こんにちは。カもはチャンネルです。令和2年1月の10日、お昼の11時30分です。えっ、ー、とですね、えー、昨晩、えー、またね、ニックマックさんが、えー、ご自身の YouTube チャンネルでですね、えー、ニックマックラジオというものを、えー、されていたそうです。えー、僕自身はね、えー、ちょっと寝ていてね、えー、リアルタイムでは、えー、お聞きすることはできなかったんですが、 今日朝起きてみるとですね、たくさんの方から、またまたツイッターの方で DM とですね、YouTube のチャンネルの僕のコメント欄のところにですね、こんなことがありました、こんなことを言っていましたとね、本当に多くの意見、ご意見いただいております。その中でね、僕自身がちょっと気になった部分があるので紹介させていただきます。ニックマックラジオタイトルがですね、 一時間ごとに点て点というライブ配信、現在アーカイブも残っております。その中でですね、ニックマックさんご本人がですね、協託金をお借りした支援していただいた方、ももこさんというね、本名かどうかはわかりません。男性か女性かもわかりませんが、ももこさんという方について言及されております。このももこさんという方はですね、先日、 何日前ですかねちょっと前にですね、たまたま夜に僕、とある人とのチャンネルの中のライブ配信でですね、ゲスト出演的な感じで、鎌倉さん一緒に電話してくれませんかというふうにね、お誘いを受けていて、それに実際出演させていただきました。それまでにね、時間がちょっとあったので、絶身さん、YouTuber 絶身さんですね、 ゼッシンさんの、えー、ライブ配信を見ていました。そ、それでコメントなどをしているとですね、ゼッシンさんも、えー、ちょっとお時間があったみたいで、鴨村さん今からよかったら電話しませんかと誘っていただいて、ゼッシンさんのライブ配信で、えー、まあえー、お互いの時間つぶしのような形でね、えー、ちょっと20分ほど、えー、電話をさせていただきました。その中でですね、その桃子さんという方が、えー、僕とゼッシンさんがいろいろ話をしている、そのライブ配信の中にですね、登場されました。 で、ニックマックさんに50万円を、供託金を貸していましたが、いろんなことがあって、返金させて、返金してもらいました。本当にお金がちゃんと返ってきてよかったですというようなね、ちょっと訴えのようなコメントを残されておりました。その中で僕とゼッシンさんはですね、多少話題にさせていただきましたが、 まあお金が返ってきたんだったらよかったんじゃないのというふうに僕個人的には思っておりました。ですがですね、えー、皆さんの情報によると、えー、昨日のニックマックラジオの中でですね、1時間ごとに点々点というタイトルのニックマックラジオの中で、えー、1時間26分28秒のところからなんですが、えー、その桃子さんについてニックマックさんが言及されております。供、え、託、ー、金は最初返せなくなるかもしれない。 えー、そしてあなたに忖度することはできないという前提で約束をして、桃子さんから50万円ですね。えー、これも桃子さんからもですね、聞いておりますし、えー、ニックマックさんからもこの金額は聞いております、えー。50万円をまずお借りしていたと。ただですね、貸した側の桃子さんは、えー、がですね、貸した側の桃子さんがですね、えー、ニックマックさんにその後、えー、ご自身の、えー、意見というものをですね、 え、いろいろと、え、電話で、え、話をされたようです。これはニック・マックさん側の、え、主張です。それを僕が今聞いて喋っております。え、それでね、その内容が、え、ニック・マックさんはどうも気に入らなかったようなんですね。え、同調圧力や、のように感じたし、え、忖度を要求された、というふうにニック・マックさんは言われております。 えーまあ、ここでね、僕の、えー、ちょっと間に個人的な感想を挟ませていただくとですね、えー、支援か、えー、借りているのかそれは知りませんが、えー、お金を出したという立場の人間がですね、お金を出してもらっている、えー、立場のニックマックさんに電話で自分の意見をするということはですね、僕は普通のことなんじゃないかなとは思いました。まあそれは、えー、置いときましょう。でですね、 えー、ニックマックさんの持論としては、お金を貸したから自由に意見を言えると、ももこさんは勘違いされていると。勘違いされていたと。なので、えー、あなたのような、ももこさんのようなですね、ももこさんのような人は不愉快だから返しますと。そのももこさんがお金を返金してくれと言ったことに対して、あなたのような人は不愉快だから返しますというふうな形で返金されたようです。そしてですね、えー、 桃子さんの、えー、意見。これも全てニックマックさんの口から出た言葉です。えー、平塚さんの、えー、幻想から解けました。これは桃子さんが言っていたことですね。平塚さんの幻想が解けたのでお金を返してくださいと。おそらく僕のこれは推測ですが、桃子さんはもともと平塚さんのことを慕っていた、平塚さん信者だったのではないのかなと推測します。えー、間違っていたら、えー、すいません、えー。この内容を見ていくとですね、そういうふうに感じられます。 えー、その平塚さんへの幻想が解けたのでお金を返してください、えー。ということですね。平塚さんと仲良くしていたニックマックさんが協託金を募集していたので、えー、桃子さんはおそらく貸したということなんでしょうね。ただ、平塚さんの最近の行動などを見てですね、えー、これはちょっと違うというふうに桃子さんが思われたのだろうと思います。推測ですが。そして、えー、ニックマックさんに50万円を返してくれということですね。で、 えー、その、えー、返してくれということに対してですね、えー、ニックマックさんはあまりよく怒ってなかったああ、思ってなかったようではありました。その口調、口ぶりではですね。 で、最初に返せなくなるかもしれない、忖度することはできないという約束はされていたと、ニックマックさんはおっしゃっております。ただ、桃子さんはですね、お金を貸した側、えー、渡した側の人間として、えー、ご自身のご意見をその後、ニックマックさんにお話をされていたんでしょうね。ただ、その内容がニックマックさんからするとですね、気に入らなかったと。で、そういう人からお金を借りたくないので返したというね、発言を、えー、ニックマックさんはされております。えー、 で、えー、総評と言いますか、えー、これはですね、えー、僕は桃子さんの、えー、言い分というのは、ゼッシンさんとのライブ配信の中でのコメント欄でしか見ておりません。そして、ニックマックさんの言い分というのは、えー、皆さんからいただいた情報でですね、えー、ニックマックラジオタイトルが1時間ごとに点々点という、えー、ライブ配信の中で、1時間26秒、えー、1時間26分28秒からですね、 えーえー、その発言が始まるのですが、その部分を、えー、自分で、えー、情報をもらった部分をですね、えー、見て、えー、思ったことを発言しておりますが、まあこれはね、えー、一概にですね、どっちがいいとか悪いとか、僕は安易に発言できないことかなと思いますね。えー、なぜかというと、桃もさんとニックマークさんがどういう会話をされたのか、その電話でですね、 え、ももこさんが、え、ごくまっとうな、え、意見、お金を貸した側としてですね、え、別に忖度をしてもらうつもりはないと思っていたかもしれないということですね。ただ、ニック・マクさんは忖度してくれというふうに思ってしまったのかもしれません。でですね、え、僕が、その会話の内容のことはわからないので、え、あえて触れませんが、それは、え、まだ真意が定かではないのでね、え、自分の意見というのは言えませんが、ただですね、 えー、一般常識的にですね、えー、ニックマックさんが嫌いな僕の一般常識発言ですが、えー、お金を、えー、協力、えー、プレゼントなのか、えー、借金としてなのかは知りませんが、えー、返せなくなるかもしれないという前提であってもですね、も、え、も、ー、さんは50万円をニックマックさんに一旦お貸ししたわけですね。渡したわけですね。で、渡してもらってありがとうございますとニックマックさんは受け取っている立場なわけですね。 ということはですね、忖度とかいう話ではなくて、その自分に対して応援してくれている、金銭的に応援してくれている方の、桃子さんの電話というのはですね、もちろん、えー、お金の行き来がない方と、えー、特別扱いをしろとは言いませんが、それっていうのは結構大事な電話じゃないんですかね。えー、どんな意見を桃子さんが言われたのかはわからないので、そのあたりはわかりませんが、えー 立場上ですね、お金を借りている側とすれば、桃子さんの意見はある程度、えー、柔らかくですね、えー、柔軟に対応するというかですね、すべてにおいて言うことを聞く必要はもちろんありませんが、できないことはできないということはですね、主張することももちろん大事ですが、えー、そういった間柄があったのにですね、えー、それそのお金がまあ破断になったというか、やっぱり返してと言われて、結果お金を返した、 わけですね。ただ、一旦支援していただいた方に対して、いくらお金を返したからといってですね、迷惑ですとか、えー、最悪ですとも言われてるんですね。本当に最悪ですとか、あなたのような人は不愉快だから返しますとかね、えー、そういった発言というのはですね、えー、やっぱりね、 もう、これは、えー、僕とニックマックさんの根本的な、えー、考え方の違いだとは思いますが、えー、前に言った、えー、僕が配信させていただいた、目に見えない大切なものっていう、それは人に対してもあるわけですね。目に見えない大切なもの、気持ちですね。えー、恩とかですね、義理というものですね。義理人情というものですね。えー、一旦借り、借りたと。で、でも、いろいろあってお金を返す形になりましたと。ただ、 今回は、えー、お金を返す形になりましたが、もし、えー、気代わりされた場合は、またお貸しくださいとか、えー、これからの自分を見て、えー、気心が変わ、変わりましたら、どうぞご支援くださいとかね、これから政治家になる人であればですね、僕はそういう態度であってほしいと願っておりますが、えー、ニックマックさんが言われていた発言はですね、えー、あなたのような人は不愉快だから返しますとかね、えー、迷惑ですとかね、えー、電話の中で自分の意見を言う,言うようになったと、 お金を貸してもらった後、えー、ももこさんは、自分、電話の中で自分の意見を言うようになった、同調圧力や忖度を要求してきたというね、えー、要求するような発言をしてきたというふうで,で、ということで、それで最悪です。本当に最悪ですというふうにね、えー、連呼されておりましたが、えー、それはね、えー、ちょっと不義理な発言に当たるのではないかなと、僕個人的には、えー、思いました。 まあただね、現状、桃子さんには今、50万円というお金が返っているそうですので、その部分に関してはですね、お金のことに関してはですね、桃子さんはまあ一安心という形になっておるんであろうとは思います。ただですね、 え、返せなくなるかもしれないと言ってお金をえ受け取るということがえ問題なんじゃないかとかね、それについてえどういった風な税金がとかね、言われている YouTuber の方もいらっしゃいます。ただ僕はそのあたりね、法律的なことというのはえほとんどえ詳しくありませんので、僕はそのあたりについては言及はしません。他の YouTuber の方にお任せいたします。ということですね。はい、いただいた情報からですね、自分が思ったことを はい、喋、えー、らせていただきました。はい、以上です。